こんにちは。寂しいですが、これが最後。寂しいね。寂しい。で、まあストリートでさ、まあ何個かチャンピオンになってんじゃん。はい、サムシティ、はい、2008か9、まあ、オールでもそこか、はい。サムシティチャンピオンとかって、どんな印象だった、うん、もう勝つべくして勝ったらみたいな。そうっすね。サムシティの時は、うん、なんか役割がハマって、てた印象が強いっすね、うん、全員のね。そうですそうです。あれはだからあんまり負ける気しなかったっす ね。順だけちょっと納得したら感じでもうちょっと打たせろタックちゃんみたいな感じだったもんね。あったっすか、あったっすか、これには散々あったっすか、あそこらへんすよね結構言ってると思うよっつって確かに、なんか僕が点を取る役割的なところがあったんで、うんうんうん、それはまあそうですね、うん、自分で言っちゃってましたね。取れる時は言っちゃってましたね、うんうんうん、確かに。フリースロー外さないしね、タックってファールのね、もらい方がうまい、サグクセもないからね。エロいやつね。そう、エロいのサグクセやつ言い方ファールをもらうのは技術ですからね、はい、いや、あれはゴールタックで学んだわ。いや、あれはすごいと思います。ゴーゴーの時もね絶対フリースロー両方入れるしね、うん、そうそう、あの流れの切り方というか、ね、はい、なんか時間とも戦ってる、そう、敵のちょっとそのね、ファールのトラブルってのもダメージしてるみたいなのはね、あと向こうが何回しかファールできないっていうのもちゃんと計算して、ね、まあ、当時のサムシティってほら、うん、パーソナルファールもあったから、ね、あったっすね、はい、あったっすね。結構うち的には頭使えば、ね、うん、ルール的にはね、そうっすね。やっぱ見たらいもめちゃめちゃハードワーク、見たらいがすごかったよ、すごいバランサーでめちゃめちゃ良かったじゃないですか、うん、でね、ワイワイも出てきたらスピードでうまく、うん、そうそうそう、流れ変えたりとか、やっぱ本当すごい勝つ、うんうん、勝つイメージがどの試合も結構強かったっすね、うん、当時は、うん、だって当時、はい、ハマーをワンポイントとかで使ってるぐらいの感じだったもんね。そうっすよね、はい、うん、贅沢な使い方だったもんね、うん、そうだよね、ですよね、はい。で、まあ、オールでも2連覇したじゃん、はい、オールでなんか最初全然勝てなかったじゃん。オールで勝てなかったっすね、うん、シルバーコレクター、シルバーコレクターですよね、はい、シルバーシートって言われたもんね当時まだもうちょい若い。そう、言われてもないで、シルバーシート。シルバーシート。シルバーシートが売ってない。おかしいな。はい。ないっすね。スヌーピーぐらいか。スヌーピーは確かに言われてた。新幹線って言われてた。まあまあまあ。新幹線も言われてた。否定しないです。長っぽそい系のね。はい、あの、はい、最初のやつね。はい。最初の初期型。初期型ですね。はい。はい。なんかです。はい。そのさ、シルバーコレクターからさ、優勝したじゃん。はい、2連覇しちゃった。はい。はい、MVP も取ってるし、はい、あれとかの思いってどう？いや、オールデーってとにかく難しいじゃないですか、うん、マジで本当に難しい、うん、オールデーは。だからその初日の予選からそもそも難しいし、うん、で時間も10分10分で、うん、ルールもちょっと特殊だし、うん、難しい印象しかないですよ、うん、もっと難しかったよね。難しかったっす。やっぱり乗ったチームがやっぱ強いのもあるじゃないですか、うんうんうん、だからなんか勝つべくしてみたいな印象はないですね、当時は。はい、まあそうだね、はい、なんかすごい苦労しながら最後ちょっと抜けて勝ったみたいなイメージがあったんですけど、やっぱ当時僕らね、そんなとにかくやっぱ頑張って走ってみたいなのが多かったんで、それがやっぱハマったそうねなーってのあるっすね。そうね。ミスノとかがね。そうです、そうです、そうです。頑張って。で、うん、やっぱベンチも、うん、当時僕らぐらいじゃないですか。うん、でもう一体になって。塩多かった。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ多いじゃないですか。ね、なんかあるとすぐ出てくるし。まあ、いやいやいや、二人、二人、二人。なんかあると、ちょい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 みたいな。出るじゃないですか。いまだにこの前もなんか出たらしい話を聞いてるけど。はい、そうね。いまだに、さすがですね。未だにちょいちょいって言ったあれはわざと、あれはわざとでも当時からわざとだけで言ってたっすよね。俺ね、でも意外と当時は A ちゃんに座らされてた、はい、でもそれがやっぱりよかった、楽しかったし、まあね、そういうので、うん、こう乗ってチームで勝ったみたいな印象っすね。なんかタレントで勝ったっていうよりはチームで勝った、うん、オールではね、はい、だから別に僕 MVP もらったっすけど、なんかあんまり僕がなんか大きな仕事したとかって感覚は、うんうんうん、オールデーの時は常にないね、ゴールデンの時僕別に点取る役割と思ってないんで、うん、あ、そう、はい、で点取りにも行ってないつもりだし、うん、結構、うん、そうそうそう、ゴールデンの時はあまり、ね、はい、バランサーのイメージでやってるっすね、うん、まあ、それからさ、まあ、ちょっとサムシティもね、はい、低迷していくじゃん、はいはいはい、勝てなくなっててさ、うん、はいはいはい、で最後の試合もサムシティなのかな、
僕多分最後サム必要だと思います ね、クラッシュ、ね、はい、そうだよね、はい、タクでマーク当てれんならいいやみたいな感じだったもんね確かにタクやっていいよみたいな、はい、結構そうっすね、長い時間プレーさせてもらって、ね、はい、ダメでしたね、まあ、それで引退というかストリートというか、ね、バスケをやめていくプレイヤー、ね、そうですね、プレイヤーとしてはそこで一区切りというか、はい、その頃になりちょうどアースからとか話があったってこと。そうですね、そのちょうど前ぐらいからコーチングはもうしてたんですよ、うん、でそのチームが、うん、まあ、その当時の NBDL っていうリーグに参入することが決まってたんで、うんうん、僕もそこにコーチとして、うんうん、アースフレンズがもともとそうだったの、はい、その頃コーチやったの。そうです、クラブチームでそれ行くのはまだ未確定だったんですけど、コーチ探してるっていうのがあって、うん、で僕ももうプレイヤーはそろそろと思ってたんで、うんうん、コーチはしてたんですよ、クラブチームですけど、はい、それが2012年とか13年ぐらいかなとかだと思うっす ね、はい、で NBDL 行くっていうのも決まったのもあったんで、うんうん、それを機に、うん、はい、プレイヤーとしてはもう最後にで、アシスタントコーチで、スイスス イス、はい、でその期間はアシスタントコーチの期間ってアースフレンズでは3年間ヘッドコーチやってたの。やりました、1年間やりました、ね、その後1年間ヘッドコーチやりました。はい、その後は、その後は、まあ、ちょっとこうチーム的な役割をこうしたりとか、ちょっと育成の方の、あ、はい、あとまあ3対3の 3×3 チーム作って、そうだね、1回参戦しました ね、 そうだね、しました、そうだ、初期ね、はい、やっぱそのさ、そのストリートからね、はい、チームスどっぷりだったじゃん、はいはいはい、ストリートからプロに行ってさ、はい、もう選手のその感覚も違うじゃん、チームとしてね、別に仲間って感じじゃないと思うしさ、はいはい、プロ、はいはい、そういうのは別に何の違和感もなくタコは入れたの。そうっすね、なんかチーム S とかはやっぱこう仲間じゃない、うん、チームじゃないですか、うん、でまあすごいなんか変な言い方になるんですけど、うん、まあプロの方は仕事なんで、うんうんうん、っていうこう分け方というかはあったっすね、うん、はい、で僕はコーチなんで選手立場が違うんで、うん、必要以上に、うん、まあ、選手の方には近寄らないようにもしてたし、うん、はい、だから選手と友達にならないようにはその頃から気をつけて嫌われてたんじゃなくて嫌われてたっていう話は僕は聞いてないけど嫌われてたんであればそれはそれちょっとショックですけど、ただ僕はある程度の距離を一定の中2人っきりでご飯とかもアシスタントの時は行ってないですね。なるほどね、はい、もう友達にならないように僕はやってたっすね、はい、じゃあそのさ、お客さんとのとかの距離もね、はい、まあ、S だとさ、写真撮ってくださいみたいな、はいはいはい、しょっちゅうあったんだよ、はいはい、まあ、タクの不安って男ばっかだったからそう、そうで、ね、そう、そう本当にね、タクさんのバッシュとしかも最高なんですよね、そういうのもちょっと変わってくるじゃん。そうですね、でも、うん、まあファンサービスとか見せ方の部分で、うんうんうん、もう少しなんかこううまくしたらいいのにって思うことは当時は結構やっぱあったっすね、うん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 、どちらかというとやっぱ選手も演者として慣れてない部分があるんで、うんうん、なるほどね。え、アースには何人いたの。そう、アースフレンズはアシスタントで3年、うん、でヘッドで1年、うん、チームで1年、うん、で育成の方で多分3年とか、あ、3年目だっけ、はい、多分2か3いたんで3、4、5、うん、8とか8か9、結構いたね、結構いたっす、8か9いたっす、はい、そっからさ、はい、サコちゃんとこ行くんだよな。そうっす、ね、そうだ、いや面白いっすよね、人生面白いよね僕そのまま辞めて、うん、まあなんかスクールをやるとか、あ、まあなんかしようかなって考えてたんですよね、うん、でそのタイミングで、うん、僕のバスケの知り合いから連絡来て、うん、例えば何やってんの、今何も言ってないみたいな、うん、アースフレンズだったよ、うん、まあ、ちょうど退社するんだよねみたいな話が電話来て、うん、で、あ、だったらなんか俺の知り合いのチームがコーチ探してるから紹介していいって言われて、うん、そしたら2日後か3日後に、あ、なんか話したいから繋げていいみたいな、うん、お、いいよみたいな、で、どこみたいな、うん、で、言ってなかったっけ、うん、これ、なんか当時俺やり取りしたもんね、かもしれない、ちゃん俺知り合いだからちょっと言っとくよ、うん、そう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 、で、はい、それで北海道でサコさんとやることになって、うん、そうそう、で、あんちゃんサコさんと広北とか出てそうな話が出てて、うん、はい、で、電話した覚え、うん、はい、ちょっと犬みたいなやつ行くんですけどちょ面倒見てやってくださいみたいな、うん、あ、もちろんみたいな、すごい、はい、だからね、もう
レジェンドみたいなね人と、ね、はい、仕事一緒にできると織野さんと佐古さんいたんで、そうだよね、そこと二人とためびっくりする、あんちゃんとためそうそうね、すごい、はい、だから初親近感が、あんちゃんとは、はい、あの同じようなちょっとこう悪い感じでも兄貴分な感じなんですよ、はいはいはい、ですごいやっぱ、はい、たくちゃんすごいよく、うん、はい、あのしていただいて、初対面だから優しくしていただいて、はい、本当にいい経験してるよ、はい、そこで飲んだよ、北海道2年ですね、2年、はい、まだまだ2シーズンやで、今が今愛媛、愛媛、はい、うん、オレンジバイキングス、あ、バイキングス大丈夫ですか、大丈夫、はい、オレンジバイキングス、はい、はい、でチーム B2 のチームで、ね、はい、アシスタントコーチです、はい、でもうシーズン終わった。終わりました。終わった。はい。え、来年も？来年も、はい。そうっすね。来季も。来季も。はい。オレンジ。バイキングス。バイキングス。はい。バイキングス。危ない危ない。はい。なるほど。はい。そうです。すごい。で、今後のなんか野望とか夢っていうのはあるの？今はアシスタント。まあ、そうっすね。はい。アソシエイトコーチみたいな感じで、うん。はい。ヘッドコーチになろうみたいな。いやー、僕ね、あんまないんですよね。ねんだ。ヘッドコーチしたくないんですよね。したくねんだ。なんで？多分向いてないと思うんですよね。性格的に？性格的に。へぇー。はい、なんかアシスタントの業務の方が、うん、多分向いてる、支えてあげる方が多分向いてるかなと僕自分ではそう思ってます、はい、あ、そう、はいはい、なのであんまりこうなんかチームの先頭に立っていろいろ決めて、うん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 、こうだこうだってやっていくよりは、うん、取るよりは、よりは多分こっちの方がいいですよ、多分今こうなってますよみたいな感じでサポートする方が向いてる、うん、まあ、WJBL だったらちょっと考えようかなみたいな女子だしなっつって女子がっつって、いやいやいや、女子ならば考えますけどな、いやいやいや、まあ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 やっぱね、あ、そうなんだね、ヘッドはそうなんですよ、そうなんだね、そう、ちょっとね、まあ、はい、僕の自分の分析ではちょっと向いてないかなと思ってですね、はい、じゃあしばらくはアシスタントというか、ね、右腕みたいな、まあ、合ってるなと思ってます、はい、なるほど、はい、まあ、チーム的にはね、やっぱタクの復帰をねプレイヤーでそっちクラシックスのねクラシックスはぜひだよね、そうそう、みんなとバスケしたいだと思うっすよ、うん、はい、ね、股関節今悪いんで、悪いんだ、股関はいいけど、股関はいいけど使えないからおかしいでしょ、股関は生きるだろって、まあそんなそれでよ前で割れたくないなまあそんな斉藤コーチでした、斉藤コーチありがとうございます、はいはい、本当今の僕は皆さんに育てていただいて、その経験が本当すごい強いんで、いろんな部分で、はい、本当に感謝して、あんま言う場面がなかったんで、はい、すごい僕がプレーさせてもらう側が多かったんで、本当にそのチームエースを支えてる、まあ、あんちゃんてーちゃんには本当に感謝してるし、はい、今の僕があるのは、まあ、チームエースのおかげだと思ってるんで、本当に、はい、感謝します。偉い。ありがとうございます。まあ、俺らもね、相当いい思いさせてもらって、いや、本当に、いい舞台を見させていただいて、いや、まあ、今後とも期待します、はい。はい、こちらこそ。はい、活躍引き続きありがとうございます。さよなら